はいどうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモリです。本日、オリックスバファローズ対北海道ビッグファイターズ。オリックスバファローズ、昨日負けて貯金がゼロになりました。はい、5割です。今日勝って再び貯金1にしようというところ。先発投手はニックス。中島監督が秘密兵器とね、言って、はい、日本に来るレベルじゃないとまで、中島監督ご自慢のこのニックス。オープン戦でね、何回か投球見ただけなんですけども、はい。非常にいいとのことで、これちょっと期待できるんじゃないかなと、はい。今日はね、相手を制圧する投球、見せてほしいところで、はい。本日、2対7。ボロ負けです。ニックス、2回4失点。大炎上。話しちゃうねおい。本日ね、選抜ニックス、本当に楽しみにしてます。正直オープン戦もなんか良かったし、中島監督もえらいなんかね、ニックスの投球見てニッコニコやし、相当いいんやろな思ってね、はい、見たんですけど、まず初回1回の表、矢澤選手にフォアボール、そして松郷ヒット、いきなりランナー2人背負って、ここで清宮選手、先制スリーランホームランです。まず出花を清宮選手に、くじかれましたと。そして続く野村勇希選手、ここも、はい、甘い球をセンターバックスクリーンに放り込まれ、2者連続ホームラン、4対0。ワンアウトも取れずに4失点。そこからもね、コントロール乱れてフォアボールだしのヒット打たれの、結局初回にいきなり4失点です。中島監督、日本に来るレベルじゃないって言いましたよね。うん、お前逆に日本来るレベルちゃうぞ、お前。お前真ん中に球行きすぎ、もうストライクボールはっきりすぎて、もうスライダー全然入らんし。日本に、そういうことですか、中島監督。なんか、しかも2019年から公式戦に登板してないということで、なんか今日のマウンドが公式戦4年ぶりのマウンドやったみたいです。4年ぶりのマウンドをこの開幕の大事、まあ試すと今あるんでしょうけど、まあそれはそうなるわとかしか言えんすよね。秘密兵器ってこっちは返してもうてるやんか。いや、そうなんですよね。ということで、ニックスがもう初回からぶち壊して、球速自体はね、157キロ出てたんですよ。球速自体は出るけど、ストライク入らない、打たれるって、お前それコーディエやん。コーディエが初回から投げとる。ニックス。ニックスということで、本日はもう初回から勝負あり、はい、もうニックスを使えばぶち壊しニックスということで、今日以上です。もう今日喋ること終わりです。はい、もう今日はおことはニックス、試合おことはニックスです。お疲れした。まあそれするちょっと怒られるんで、これからも喋らせてもらうんですけど、ニックス2回を投げても終わりました。そして3回から山岡投手が投げました。山岡投手ね、今日はもともと今日、ニックスが球数制限で降板してから、もともとリリーフで行く予定やったらしいんですよ。だからこの起用はまあ一応投げる予定ではあったみたいなんですけど、ただ、ちょっとあまりにもニックスの降板が早すぎたということで、肩が出来上がってなかったのか、いきなり万波選手にホームラン打たれて、はい。そっからも矢沢選手にタイム打たれて、山岡投手も3失点しました。まあ、正直この山岡投手の3失点は正直かわいそうなんですけども、はい。この3失点も結局ニックスが悪い。はい、ニックス山岡大輔の形をしたニックスか、ほんま。そのぐらい今日はもうニックスがぶち壊しでしょ。いやー、ほんとにね、正直これだけ序盤から点を取られてしまうと、もう試合にならないんですよね。ただ、とはいえども、打線もちょっと悪いよ、これは。打線もちょっと今日ひどかったよ。今日、日ハムよりヒット打ってんすよ。今日11安打なんですよ。11安打打ってたったの2点。これ初回ですね。初回ニックスが4失点かましてから、そっから一応反撃のね、その、姿勢を見せてるんですよ。これ、いきなり、ノーアウト満塁のチャンスを作りました。これ、茶野選手ヒット、お寮ヒット、森友ヒットで、はい。ノーアウト満塁。頓宮選手が、これね、この前、裸の付き合いをした頓宮選手ですけども、ポップフライ。まあ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 。まあ、裸の付き合いしとるし、ね、まあ、ちょっとここは多めに見ましょう。はい、ここからラオウ選手がタイムリー打ちました。はい。1点返しました。うん、そこから、ゼロなんですよ。はい。
4点初回に取られて、まだ初回だから全然ね、ここで返せばワンチャンあるってことで1点しか取れなかった。これはちょっと正直ダメですよね。ここで2点は欲しかったですよね。ノーアウト満塁からね、あの1点はね、それもうダメですよ。その後もね、2アウトからヒットが出たりとかね、一応ランナーを出すんですけど、結局ゼロなんですよ。結局得点拒否をしていく、得点拒否打線。7回にも大きいチャンスを作りました。これ、ワンアウトからランナーがまた満塁になりました。ワンアウト満塁で、ここでまた、トングーブーバー、トングーユーマー。先ほどね、満塁でポップフライ。もうね、いつも得点圏トングーかましたわけですが。まあ、トングー選手、ここはね、裸の付き合いということで、はい、信じてます。ここは恥ずかに打ってくれ。やってくれ！トングー選手、ここでまた、初回そっくりの、ポップフライ。犠牲フライでもよかったんですけど、ポップフライです。アタレントジョイ！いや、あのね、僕は忖度しないですよ。まあ、忖度をしないことが選手もね、望んでると思うんで、僕は、ダメなプレーをした時には、しっかりと、怒らせてもらいます。ここからラオウ選手がデッドボール、もう日ハム戦どんだけ当たんねんって話ですけども、ここでまた1点を取って、でもそのデッドボールの1点で終わったらダメなんですよ。ここから次中川選手またアウト。結局チャンスで、大チャンスで1点しか取れないんですよ。はい。しかもデッドボールの1点っていうね、タイムリー出ないんですよ。結局そういう得点拒否をしてると流れが相手に行くと。そしてちょっと心配やったのはね、今日3安打打ってくれた森友哉選手。なんかね、今日最後守備の時に、なんか、ね、ここら辺に球がバウンドして当たって、それで森友選手なんかここを痛めたっぽくて、結局途中交代したんですよね。ちょっと心配ですね。かなり痛そうです。もう即交代やったんで、ちょっと何かしらのアクシデントはあったんでしょうね。これもここに。いやー、森友選手ようやく今日3安打状態が上がってきたところで、これは怪我をすると。まあね、キャッチャーとしての出場は正直明日以降厳しいかなという感じとは思うんですけど、バッティングの方でね、森友選手が抜けられるとかなり厳しいですよ。ただでさえこの今ポイントゲッターが森友選手ぐらいしかおらんところで、森友選手がこれおらんかったら、もう、グロい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 。もう、グロ出せんよ、そりゃ。ちょっと森友選手ほんま、ちょっと、これ、お願いします、本当に。本当にこれ森友選手がこれ離脱したら、ほんまにこれ森友問題ですよ。森友がいない問題。もう打線大問題です。ということで本日乾杯です。非常に調子と悪かったビッグボス、日ハムですが、その日ハムに初戦取ったものの2連敗、この週末で。はい、おいくらビッグボス！いやまあ確かに今年僕日ハムを3予想させてもらって、日ハムは確かにロマンのある強いチームだと。まあ今日打たれたね、野村選手、清宮選手、万波選手、みんなね、やっぱそのポテンシャルのある一発のあるバッター全員打たれたわけですけども、やっぱりこういうところ日ハム強いと思うんですよ。だから本当に今年のハムは侮れないとずっと言ってる。ビッグボスは何かをやる男だとね。矢川選手もね、才能あるバッティングするし、この3連戦、まあ初戦は宮城投手いいとして、村西投手とニックスをね、多分お試しで使ったと思うんですよ。中島監督は日ハムやから。日ハムな目でかかったらダメと思うんですよ。はい。普通に食われるで、これ。日ハムでなんか、ちょっと、試したいピッチャー試そうみたいな。いや、いいとは思うんですけど、舐めてかかったらダメと思うんですよ。そういうとこで、多分痛い目見てきますよ、今後、ほんまに。はい、まあいろいろぼやかしてもらいましたが、まあ正直今日の試合は後にも先にも、ニックス！まあ、ニックスは今日の試合が、まあ、4年ぶりの登板ということで、まあ、正直そこを多めに見て、今後チャンスがあるか分かりませんが、今日の感じ、本当にコントロールばらつい球が真ん中に集まって、あの状態だとね、正直厳しいですよ。本当にこれ先発バゲスよりひどいぞ。これ、ビドルを残しといた方が良かったかもしれんぞ。なあ。おビドルがちょっとこういう人だったら、ビドル先発でたまにいいピッチングしとったやろ。もうビドル帰ってこいよ、ほんま！次チャンスがあれば、次はほんまに後の間しっかり頼むぞという感じですね。ということで、借金1になってしまいましたが、あさってからね、楽天戦ということで、ここで島内と初対面、タトミと初対面、しっかりと、気を締めて、ここで島内を迎え入れましょう。だから行くんか、聞きに行くんか。楽しみやな。震えて眠れ！今日のハヤト、4-1。今日もヒット打ちました。さあ、徐々に状態が上がってきました。おーえ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 おーおーえおー坂本誰よりも強く勇ましくおーえおーえお前が立つその場所はね駅の渦が巻く坂本この音誰勝ってほしい坂本